追いついたで。何やわれ。邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそ。この辺ぶっ殺したれや。 その女は渡さへんで。すぐに仲間が駆けつける。さかい。しつこいな。説明後や。とにかくここを離れるで。 兄貴、大丈夫ですか。おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで。応援呼ばんかい。おい、厄介なことになったで。 危ないから後ろにおれ。
よし、行くで。 今は無事なの。今は自分の身を心配せえや。よし、行くで。こっちも見つかったか。 行くで。こいつら倒さな先へは行かれへんか。そんな片っ端から相手したるまで。
行くで。 こっちや。階段降りるで。え？階段？ちょっと待って。んな余裕ないわ。しっかり捕まってろよ。よし、行くで。おい、危ないから後ろに降れ。うん、わかった。 あとはここを突っ切れば奴らを振り切れるはずや。手こずらせてくれたな兄さん。誠ちゃん、渡してもらおうか。くそ、しつこいやっちゃのう。お前はここでじっとしとけ。 誠ちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。その代わりここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりと誠ちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。 何もいや、なんであの女狙うとる。お前、そんなことも知らんと、あの女をどうこうしようとしてたんか。何やと。お前は何も分かっとらん。
あの女の価値を。 心配すんな。奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に？ああ。どうしてこんなことに。